翔子先生は日本の出身はどうですか？どこですか？はい、私は静岡に住んでいます。静岡出身。もう一度？はい、名前は、静岡。静岡。静岡、はい。静岡。静岡。わかりました。富士山、富士山の近くで。わかりました。そうですか、すごいね。田舎です。有名は何ですか？寿司岡で。静岡は、富士山とお茶が有名です。お茶が好きです。あ、本当？本当。いいね。はい、静岡にお茶の、なんだろう、なんかプランテーション、ファンデーションは、はい、たくさん大きいファンデーションがあります。そうなんだ。はい。と、毎年、フレッシュお茶、ね、フレッシュなお茶を。フレッシュお茶。飲みたいです。いいですね。センジさんは、どんな札幌に住んで、出身はどこですか？出身はヤンゴンです。カピトル？カピトルシティ。ヤンゴンハーフ。はい。そうだね。じゃあ、そうですか。翔子先生はディズニーランドに行ったことがありますか？何回？はい、もちろん、たくさんあります。たくさん。羨ましい。はい、クンディさんは、ディズニーシーとディズニーランド、どっち行きましたか？ディズニーシー。ディズニーシー？はい。そうですか。エンディさんは、ジェットコースター、ローラーコースター、好きですか？好きじゃない。でも、私の父、好きです。本当私は、ディズニーランドで、行きたい。でも、私の父は、いや、ディズニーランシーです。じゃあ、家族と行きました。はい、家族と行きました。いいね。これ私はディズニーランドで買いました。ピクチャー写真は、はい、ミッキーちゃん。はい。かわいい。ありがとう。翔子先生、はい、翔子先生が私の先生になってくれて本当に嬉しいです。ありがとう。私もとても今楽しいです。レッスンはとても楽しい。ケ、はい、ンディさんは本当に私はなんか日本人と話しているみたいで。ありがとう。ナチュラルな会話だね。すごい。本当ですか。とっても上手だよ。すごい。どうもありがとう。じゃあ、センディさんの、夢は何ですか？さんは子供の時、私の夢は医者になりたい。でも今は私は日本語の先生になりたい。すごい。とってもありがとう。でも日本語がめっちゃ難しいから。そうだね。頑張ります。はい、分かります。は難しいね。はい、難しい。難しいと思います。はい、ケンジが本当に難しい。そうだね。時々読めない。分かります。難しいね。たくさんありすぎます。はい。例えば、日本のテレビプログラム、テレビ番組とか、アニメ。日本語のドラマとアニメも有名です。そう。はい、クンディさんは見たことがありますか？日本の。はい、私はアニメが、あんまり見ませんけど、日本の映画がいつも見ます。どんな？ドラマ？ドラマ、はい。
一番好きなドラマは何ですか？たくさんあります。はい、じゃあどんな映画が好きですか？例えばあのロマンチックな映画とかアクションの映画。アクションは、アクションが好きじゃない。ロマンチックロマンチック、ああ、はい、そうなんだ。あのショコ先生は韓国の映画が好きですか？韓国の、ちょっと見ます。ちょっと。私もちょっと見ます。あ、ちょっと見ます。はい。はい、あまり見ませんね。あまり日本の映画より好きです。日本の映画の方が好きですか？はい、の方が好きです。の方が好き。時々、日本の映画で私は勉強します。だから。最近どんな映画を見ましたか？最近は Alice in Borderland、 日本の映画。知っていますか？わかりません。どんなタイトル？シリーズです。エピソード、はい、ドラマってこと？ドラマじゃないよ。It's about game。 ゲーム？おー、はい。本当に怖いです。あのネットフリックスにありますか？はい、ネットフリックス、はいはい。はいはいはい。あの見ませんけど、あのとても有名よね。はい本当に有名です。はい、怖いです。おー、そうですか。スンデさん、怖い映画、怖いドラマが好きですか？本当に好きです。好きなんですよ。しゅうこ先生は怖いの映画好きですか？私は好きじゃありません。なんで？多分、友達と一緒に、家族と一緒に大丈夫です。でも一人で。わかります。あの、しゅうこ先生、How to say actor in Japanese?俳優、はい、俳優、男の人は俳優、and then 女の人は女の人、女優。翔子先生は俳優、一番俳優がいますか？おー、一番日本人で、はい、日本人は。難しいね。スンデさんは好きな俳優。私の一番好きな俳優は中川大志。知っていますか？はい、中川大志、本当にイケメンです。本当にイケメン。そうなんだね、わかります、ね。はい、とてもあの背が高いね。はい、高くて可愛いでしょう。可愛いね。確かに。じゃあ、千里さんは、日本の俳優とかアイドル好きですか？アイドル。アイドルは、アイドルも好きです。プライスメックス、知っていますか？もう一度。プライスメックス。グループ、シンガーグループ。あ、そう、知らない。はい、ちょっと待って。日本人のグループ？日本人と一人ミャンマー人です。あ、そう。そうです。知りませんか。はい。あ、そう、ミャンマー人。はい、ね。はい。でもミャンマー人のメンバーは日本語を話せますか？はい、はい、ペラペラ話せます。ペラペラ。すごい。じゃあ一番好きですか？プライスメス。はい、一番好きです。一番好き。あ、そう。中川大志とプライスメスが一番好きです。あ、そう。このプライスメスのメンバーは誰が好きですか？もちろんミャンマー人。ミャンマー人。おお、はい。名前は？名前は森崎ウェン。
森崎ウィン。あ、そうだ、日本人、あ、日本人とミャンマー人ってことですかね。はい、あ、彼は日本、あ、ミャンマー人です。あ、そう、なるほど、かっこいい、かっこいい、ね、あ、かっこいいです。ちょっとあの中川大輔さんにちょっとあの同じタイプ、同じタイプ。あの今は日本では天気がどうですか？天気、うん、暑いですね。もう暑い。はい。そして多分来週台風が来ます。台風。あ、台風。はい。いやですね。ミャンマーは？どうですか？ミャンマーも暑いです。暑い。あ、でも昨日は雨が降りました。でも。暑いです、うん。今日は晴れです。晴れです。はい。ミャンマーであのコロナは大丈夫ですか？あ、大丈夫じゃない。じゃない。そうですか。今は家にいるだけ。そうだね。そうです。富士さんはワクチンがありますか？はい、あります。もうあります。よかった、よかったね。翔子先生も？私は一つ一回しました。ね、一回。一回。うん。うん、でも、二回目は、10月。いや、10月。10月。日本で、なんか、シチュエーション、うん、コロナのシチュエーション。はい、うん、まあまあね。はい。私は二回をできた。おー、よかった。さあ、セリさんの家族はできましたか？はい、できました。家族もできました。よかったね。ありがとう。はい、セリさん、ありがとうございます。本当にあの日本語がね、ナチュラルだし、あの発音はクリアだし、はい、本当にいいです。とてもいいと思います。ありがとうございます。翔子先生も頑張ります。はい。質問がありますか？大丈夫？何質問がありますか？あ、質問、あ、ありません。OK。よくわかりました。ありがとう。はい、じゃあ、それで気をつけて、ね、気をつけて、勉強を。はい、先生も気をつけて。ありがとう。ありがとうございます。またね。またね。バイバイ。